の畑で取ったピーマンで、あんかけピーマン肉詰めを作りたいと思います。材料です。ピーマン、ひき肉、ネギ、生姜おろし。調味料は料理酒、塩コショウ、片栗粉、調味シャンタン。これは肉詰め材料とあんかける材料、2等分に分けたものです。きくらげ、たけのこ、人参、紺の水煮。まずは肉に混ぜる材料をみじん切り。みじん切った材料をお肉と一緒に、そうミシャンタン大さじ1杯、塩コショウ適量、料理酒大さじ2ぐらい、よく混ぜる。同じ方向に混ぜ合わせる。あんの中に入れる材料を千切りする。畑から取ったピーマン、こういうのは先っぽ虫に食べられて、食べられた後を取り除いた。この子もこんな形になったんだけど、なんとか美味しく食べれるように工夫します。片栗粉を茶碗の中に多めに入れて、後であんかけ作る時も使うから多めに入れて、ピーマンの輪をこの中にくぐって、いっぱいくっつけるように。鍋に油を入れて、肉詰めたピーマンを並べる。ピーマンを肉の面を下に向いて並べるね。こういう丸いやつならしょうがない、両方肉あるから。大きい方が下に向いて、中火で焼いて、焼き色ついたら開始する。煮切った汁が透明なら、もうちゃんと中の肉は火が通したっていう証拠だ。もしまだ濁ってるなら、もうちょっと火が足りないので、もう少し加熱する。で、みんな火通してから、ちょっと片方に寄せといて、あんかけの具を入れる。少し炒める。きくらげが爆発する音がするから、びっくりしないように。にんにんがしんなりになったら、もう火を止めて、片栗粉3回分けて入れる。調味シャンタンを大さじ1杯入れる。塩コショウを適量混ぜて、上からあんをかける。